このさ、そういう視点でものを言うから面白いんやなと思って、うんうん、武田鉄矢がね、ポロッと言ったんですよ、うん、でそれなんかすっげえ僕刺さりましてね、うん、なんかでもみんな冷静に考えてって言ってね、うん、今のこのコロナで世界中大変な状況になってる中で、オリンピックを無観客ででもね、うん、やれる国は日本しかないと思わへんって、うん、言われたらその通りですよね、うん、やれる国って考えたら、ね、やれる国って考えたら、はいはい、アメリカなんかでやったら多分すごい暴動起こると思う、うん、ね、確かに、うん、あのそこそブラジルとかでね、うん、なんで入れへんねみたいな感じで、ね、そんなんとかもうそれぞれの個々の思いバラバラなって、うん、はい、だけどね、まあ、確かに菅総理かってバシッとした決定力が弱いとか、はい、なんか小池さんかってのらりくらりとかやる人はいろんなことテレビでもやってるけど、でもそう言いながらも着実にオリンピック開催にまではこぎつけたし、すごい、はい、無観客とはいえこれで日本のこの今回の東京オリンピックでオリンピックの形変わっていくんやよね、きっと。けど僕見方変えたら、この間もね、何気なしあの八村塁とかのバスケットの試合見てて、はい、でしたら八村塁とかあの一応ね NBA とかでスター選手も日本に今何人か渡辺なんやらとか、はいはいはい、でそんな中であれ多分フランスとの強化試合やったんですかね、はいはいはい、でそのフランスの一人のプレイヤーの年俸というかね、フランスのトップリーグで あれも NBA かな、うん、NBA でもらってるお金ってね5年契約で210億円なんですって、うん、5年契約で211億円ですよ、1年割りしたら45億でしょ、うん、はあ、45億円も儲てるやつがね、はい、コロナという何ちゅうのその何かあのリスクをね、はい、背負ってでも、はい、日本に来てくれてるんですよ、うんうん、40億円も年稼いでるやつ、うん、俺そんな日本なんか行かんでええわ別にって、うん、NBA やっときゃええねん別に、うん、この東の端っこのところ日本で要は知らん国で行われる確かにオリンピックやけど、はい、縮小、はい、縮小ムードになってんのに、うん、はい、なんで5年で200億稼ぐ俺がねそこまで行かなあかんって、はい、自家用ジェット飛ばすような人間では、はい、そんなんが PCR 検査受けてさ毎日で言うこと聞いてくれてさ、ルール守ってくれてさ、やってくれてんねん。日本人が誰がどうだろう、あれがこうだろうなんて文句言ってたら俺失礼やと思うよ。ほんまにスーパースター山ほど来てんねんやから、ほんまですよね。その人たちが来てくれてるだけですごいことなのに、そういう経済的な観点からしたらわざわざここ来て体を動かして調整してってすごい、そうや、あれですもんね。普通のこう大会で取る方がよっぽどあれですもんね。まあゴルフなんかでもトッププレイヤーたちが来てくれるんですよ。楽しみですもんゴルフ。そう思ったらね、テレビで見るにしても、はいはい、ああこれを日本でやってんねやなって、で彼らもお買い物やの食事やのって出かけられんくて日本を知りたかったって、うん、でもあの時はコロナだったからもっぺん行こうっていうふうな気持ちになったり、なんかどこかの隅々端々で日本の良さとかをなどっかで体験してくれたりしたら日本っていう国のブランド力が上がると思うのに、なんかそれを支えてるおもてなししたかったはずの日本人がなんかそのソーシャルなんかを使ってね、もう誰かのことを悪口言うてと、まあ、トータルでブレーかけるようなことをやんやかやんやか一日テレビでやってますよね。もうなんか情けのってあれかな、本当。オリンピックが東京で行われるから人流が増えてなんて言うてるけど、うん、逆やろって思うわ、うん、みんなうちでテレビ見てるやろって、うん、いや人流を減らす緊急事態宣言よりもよっぽど効果的なみんなが家で過ごす、みんなが家で過ごす最高のプラスイベントやね。ほんまですね。みんな家でテレビかじりついて見てたら、うん、コロナの感染者ガツンって下がるって俺思う。外出制限ではなくじゃない、もうだから出ないでくださいって言わんくてもみんなうちにおんねん。テレビで応援しましょう、そう応援しましょうってことですね。それと間違いなく史上最高に日本人がメダルを獲得するよね。間違いないですね。間違いない、ぶっちぎりでメダルをたくさん取るよ。もう、盛り上がりまくりますよ、ね、盛り上がりまくる。そうなってくるともう自粛制限よりも応援イベントの方がもうこう、はい、おうちで応援イベント、そうですよ、へえ、人流止まると思うけどね。止まりますよね。うん、だってさ思えへん、
もうどこのワイドショーも朝から夕方までね、同じことばっかりずっと言い続けたこの1年半ですよ。出てきてる人もずっと同じメンバーやもんね。ずっと同じ人が毎日同じこと言って、もう映画にせえやいうぐらい思んでところを見て、リアルなオリンピックがテレビで朝から晩までやんねんで、みんなもうテレビかじりつくわ。本当心からみんな応援すると思うよ。オリンピックやってよかったって、菅さんありがとうって絶対なると思うよな。